はい、えー、それではですね、また時間が来ましたので、えー、第2部の方ですかあ、始めていきましょうかね。まあ、あのー、本試験までの全体戦略と、あとはあ一般知識のね、ところと一般知識の戦略と、両方をお話ししていくというような形で、1時間ちょっとぐらいかな、えー、お時間取ってお話しにお付き合いください。担当は、レクセン先任講師の横溝といいます。よろしくお願いします。 1> はいあのーまあ、第1部のところはこれから始める人向けなんて話はしていたんですけれど、まあ、第2部のところは、ね、もうすでに始めてる人始めて勉強してる密度が濃い人薄い人。 ねまあ、なんか始めたばっかりの人これから始める人とかねいろいろ結構雑多に混ざってるような状態で今話を聞いてくれてるのかなというふうには思っていますちょっと席があのねふわっと混んでしまってますからあの後からもし人が来たら隣空いてたら入れてあげていただけると助かるなというところだったりはするんですが、あのー、大まかに分けてお話しする内容はこれレジュメの中にも入れておきました。 ちょっと今回、レジュメの印刷が、ね、すごくビッグなサイズになってますから <laughs> 若干いろいろ書き込みたいこと書き込めるかもしれませんけどあの3つが、ねえー、1つが、まあ、ゴールを見据えた戦略をということの大ざっぱなお話とあとはあ、まあ、選択と集中の話はどっちかというと、えー、科目の中でのというような話が第2部は中心になるかな。第1部ののところは科目の 科目ごとにね選択と集中の話っていうのはしましたから今度は行政法の中でとか民法の中でっていうような話になるかと思いますあと一般知識のところかなまあこの3つをテーマにしてお話ししていこうということなんですねまああの実はねお配りしているレジュメの1ページ目のところを見ていただくとこれから勉強する人に向けてねいつまでにどんなことやってったらいいのかって話を お,まあ、お配りしているレジュメの1ページ目のところには書いてあったりはして、これはあの第一部いた方にはそんな話をしてきたということになるんです、まああのゴールを見据えた戦略づくりって話になりますので、えー、とこれもパワーポイントの、ねえー、ところでちょっと見てみますと、まあ、あの基本的にゴールは当然11月8日の本試験ということは、これはまあ、ね、あの言うまでもない。 話だということになるわけですよ。11月の8日の本試験が、あまあ、その一つのゴールラインだということになるんでしょうね。あのね、全員共通なのが、ここなんだよね。9月20日から11月7日というふうに、えー、切ってしまいました。これ、第一部の方にもお話はしたけれど、さっき、えー、まあね、事務局の方もちょっと話してたかもしれませんが、あの、あと50日の過ごし方っていうような、最後の、まあ、無料公開講座が、 あ渋谷で行われるのが9月20日になります。で、その段階で、あの、要は、あ要注意論点の指摘。 全、ね、科目における絶対押さえとかなきゃいけない論点というものを指摘していくというのがこれがあ,、まあ、あと50日の過ごし方いいうそういうそ話ですあの。140日の過ごし方のところで、えー、もう本試験までの学習スケジュールの立て方みたいな話はもうしてしまうので、まあ、同じことを話してもしょうがないので9月20日はこれはまあ あ最終的に各科目ごとにここの論点をしっかりもう一回見直しときなさいって話をするっていうそういうような内容のところになったりしますだからこれは結構大事な話なんだけどこっから11月7日までが再、えー、直前期といってここでどれだけ頑張るかっていうのが実際上合否のですねもう半分以上を占めてると言っていいんじゃないかなと思います。あのーね、第1部ででもちょっと話したんだけどここの超直前期で ピューって落ちてく人がいるので、で、こう本当にその段階でこう。 スーッと下がっていってていしまう大体これ渋谷の合格講座が終わるのもこのぐらいの頃なんですね合格講座を受けてる方とかね合格講座の講義が終わるのが9月半ばぐらいなので、まあ、そこから何もなくなってスーッと落ちてくっていうタイプの人は結構多かったりはするんです、まあ取ってる講座によってはもうちょっと先までねあのプレミアム合格塾とかだと10月の終わりぐらいまでずっと授業があったりするのでまあ反強制的に来なきゃいけないっていうのはあるかもしれないけれどやはりここの1ヶ月ちょっとどれだけ頑張れるかそこまでに、えー 自分が最終的に抑えなきゃいけない点最終的に見返さなきゃいけない問題であるとか、まあ、何回見ても覚えられなかったのはどこなのかとか自分の弱点があるってあらかたきちっとこう把握できていてそこを反復して、えー、潰していくその弱点を潰していくっていう学習がこの最後の1ヶ月ちょっとのところの皆さんの仕事になるんです。 だから、これ第1部でも言ったけどね、1回目で受かるような人だとこの9月の頭ぐらい、9月の20日ぐらいの時の公開模試なんかでは300点満点でそれこそ120点とか130点ぐらいしか取れなくてそこから上がっていくっていうような状態をうまく作れると例えば1回で180何点とか190何点取って合格できていくっていうような道筋が作れますからこれは何回受けてても一緒だね。 あの基本的に最後の直前期でどれだけ踏ん張れるかというところは非常に重要になると思ってください。でそのことを前提にあと前のそこまでの時期を2つに分けるならこんな感じになるのかな。まあ、あの6月20日まで のところはこれはやはり基礎力養成期というような言い方になりますあの初めて受けているような方で、えー、しかも勉強を始めたばっかりの人はこの6月20日までに民法を何とかしてこいっていうそういう話を第一部の時にしたんですねで第二部は行政法だっていう そういうふうに分けてしまおうっていうのはこれはあの今日ですね教室にいる方にはお配りしているで第1部の中でもお話ししたこのレジュメの最初のところを見ていただくとねこれがあの今から勉強する人とか、まあ、少なくとも今月3月の半ばぐらいから勉強を始めましたみたいな人がまず最初に考えるべきなのがあこういったスケジュールなんですだからそこに皆さんが勉強してこれまで、えー、積み上げてきているものがある人はそれをおうまくこう当て込んでい、ね、く。 少なくとも、ね、複数回受験している人はこの基礎力養成期の ① っというところ6月20日まででこれは民法行政法を何とかしてこいってそういう話になるんだと思うのね。 あの初めて受ける人は民法だけでいいけどあの複数回受験している人は民法行政法までっていうのをしっかり形にしていきたいどう形にするかはこのあと出てくるからちょっと、まあ、今は形にしてほしいとしか言わないけど形にしてほしいということ、まあ、だから初めて受験する人は6月20日までにとりあえず民法を形にしようぜっていうそういう話ですまずそこまで固めようであの6月20日で民法がある程度固まってく、えー、る というような話が作れれば、まあ、そこから先今度基礎力養成期の2番目のところで行政法というものに入っていけるかな、まあ、あのどんな講座でも大体6月の下旬ぐらいから今度一般知識とか憲法なんかが合格講座でも始まったりはしますし、まあ、プレミアムの方もそのぐらいで始まったりはするので、まあ、特にそういう講座を受けてない方も含めて、まあ、基礎力養成期の1で大体たい うん、民法を固め、えー、そして、えー、そこから2にかけてのところで一般知識にも手をつけながら、まあ、2のところで行政法っていうのがこれがもう最低限のラインなのね。でそこに自分が勉強しているうそれまでのアドバンテージみたいなものをちょっと加えて複数回受験してる人はこの6月20日が民法行政法までを一通り今から言うことをやり込んどいていただくといいんじゃないか。 で初めて受ける人は民法だけでいいよってそこはちょっと段階は分けようねで全員が合流するのがこの9月20日です全員が合流するのが9月20日のあと50日の過ごし方に来た時にちゃんとやってるよねここまでのことやってきたよねって話をした時にイエスって言える状態を作っておいてほしいという話になりますあの9月20日からが本当のスタートです 9月20日からが本当のスタートでそこからどれだけ頑張ったかで受験回数関係ないからね何回受けてようが初めて受けようがここからの頑張りで合格ラインに行けるのでそこまでの土台を作っときたいっていうそういう話なんですよだからちょっとそれは一人一人状況が違うのでその皆さんの勉強の進み具合とかいつから始めたのかとか、まあ、受験回数が初めて受ける人なのか複数回なのか。 まあ、そこで分けていいや。だ初めて受ける人はやっぱり基礎力養成期1でじっくり民法をしっかり固めといてほしいっていうのがあるし、えーまあ、これはもう教室のスケジュール関係なくねレックの合格講座などだとウェブとか DVD とかでも見ることはできるはずなのでもうそういうものも駆使しながらあー民法を固めておいてほしいで実はプレミアム合格塾とか何回か受けてる人はこの基礎力養成期の1っていうのはここまでで民法行政法が終わるんですよね。 終わるっていうそういうタイミングになってそこで切ってますからだから複数回受験してる人にとっては民法行政法までを今から言うことを固めといてほしい。で6月21日にあと140日の過ごし方ってあるでしょそれ来た時に、えー「ちゃんとやっとるかね」って聞いた。 時にイエスって答えられる状態をとりあえず作っとこうよっていう、そういう話だと思ってください。ね、聞かれるんだったら来ないとか言う人もいるのかもしれないけどね。<laughs> あのね、まあまあまあ、そこは、あの、一人一人に一個一個やってるやってるやってるって聞くわけじゃないから、まあ、一応そこはね、あの、 やってるって顔をしてきていただければそれでいいってことにはなるのかもしれないけどまあまあ,あのスケジュール的にこう大まかなイメージっていうのはまず頭に描いておいてくださいあの。それぞれ何週間でどのくらいやるかっていう話まではちょっと今日は落とし込まないので、まあ、少なくともこのぐらいの時期までにここまでやっときたいねっていう話だけを、えー、しておいてじゃあですねあの例えば基礎力要請期なんていうところで、えー、とちょっと順番が憲法行政法先に、えー、出しちゃったからえっ、ー、とね ちょっと順番入れ替えようかな民法の方を先に見ましょうか。民法の方を先に見ましょう。あのやるべきことはある程度ねこう絞り込んでおかなきゃいけないって話にはなるんだろうと思います。第1部いた方はそこと話がだいぶ重複するかもしれないけれど、まあ、そういうことだったよなってもう一回確認をしてください。あの民法の場合は、まず6月20日までにきちんと固めておいてほしいことっていうのはまあ、少なくとも、まあ あのね、えー、まず必要なインプットに関してはしっかりやっておくということが重要になるかなとは思います。まあこう簡略って書いてあるのはこれは複数回受験の方が特に中心になるかな。あの初めて受ける人などはまああの定分は条文で別にレックの条文集とかでも構いません。あまり手を広げすぎるのもどうかとは思いますからまず足元をしっかり固めた方が初めて受ける場合はねその方がいいのかな。基本テキストっていうのはこれはまあ,あレックで言うと工業 記録みたいなもののに該当するものもしくはあー画面集のようなものに該当するものということになるでしょう、あまあ、一応基本的に知ってなきゃいけない知識ってものの、インプットはまずきちんとやっておかなければいけないということになりますよね。と同時に、それだけじゃだめだっていう話をね、まあ、これはあ,のー、あっちこっちで、えー、聞いてる方も多いかもしれませんが、民法の場合はインプットだけしてもこれはどうにもならないよね。あのー インプットとそして当然その学んだことをきちっと問題を通して確認するっていう作業を一緒にやっていかないとダメねこれあのインプットが終わってから問題解こうっていうのはダメですよそういう体制ではあこれは3年計画とかならいいですよ、ね、合格するのは3年後でいいみたいな状態だったらいいけれど、まあ、やはり今年の試験受けて合格するっていうことを考えているはずですからでまたそうじゃないとね 1> 第1部でも言ったけどね、来年は不服審査法があ新しく改正法になって試験出てきますので、ちょっとめんどくさいぞっていうのもありますから、まあ、そういう意味では、今年なんとか、まあ、絶対決めてほしいんですね。それを前提に考えるんだったら、はいえーとまあ、あいろいろありますが、法学検定と言われるような問題ですね、これは普段授業を受けている方にはお話ししているかな。特に初めて受ける方は まあこの法学検定基礎のレベルのところの問題というんでしょうかあまあこれがあの市販の書籍のねそのタクティクス・アドバンスっていう本の中に載ってるんだっていう話はよく授業の中でしているけれど、まあ、そこを授業の内容と合わせて見ていくってことが非常に重要になってくるんだっていうのはあのこれは6月20日までに最低限やっておくべきことのお一つのおこれは柱になるのがここまでです。 初めててて受けてる方を前提にしてますから当然あの複数回受験してる人はそこにプラスアルファいろいろくっつけるものが出てくるということは分かっててください。あのこれは例えばプレミアム合格塾なんか受けてる方はあそこで本論編問題集なんていうのを使いながら一緒に授業はしてたってことになりますからそこでやった問題なんかを当然一緒に、えー、解いていくって話にはなるでしょう。ただあの初めて勉強してる方ということを前提に言うんであればやはり一通りのインプットとそれからそれに対応する 問題で,す、ね、で過去問ではないのね民法の場合は過去問ではないですあくまでも法学検定のこれベーシックスタンダードって言われるような2つレベルがあるのでちょっとそこまで書いとけばよかったけどベーシックとスタンダードって2タイプありますからそこまでねスタンダード、まあ、過去だとベーシックを4級って言ってスタンダードを3級って言ったんですけどそこまでの問題を一通り事業の進度に合わせてやっといてほしい。 っていうのがまあ、一通り仕上げるっていうのはそういう意味だと思ってくださいただテキストを一回一通りさらっと読んだらそれでいいってそういうわけじゃないからねあのたまにあのですね受講相談とかしてるといやなんか合格講座とかのちょっと一回さらっと聞いたんですけどね 問題解けないですよっていう人がたまにいますけど解けるわけないですよね。あのそこ灰皿とかあったらね頭叩いてやろうかと思いますからまあ縦にしてねあの叩いてやろうかと思いますよその方が多分痛いから。からそのぐらいしないとちょっと目覚めないんじゃないかなっていうような人もいたりするんで当たり前だけどテキストだけ読むとか条文をそれに照らし合わせてみるだけではダメですよねあの。そこを問題を通して確認することでどこが分かっててどこが分かってないかそれをちゃんと確認していく。あの 最終的に覚えなきゃいけないことを全部覚えてるかどうかまではあのさすがにね時間がそこまでないんであれば、まあ、そんなに気にする必要はないです、どこができててどこができてないかあそれをちゃんと把握できてるかどうかプラスもう一つ言うんであればあの基本テキスト必ず目次ついてるでしょ。 その目次の項目を見たときにその目次の中でどんなことを学んだんだろうかということを目次だけを見て思い出すっていうような作業も授業の復習の際に取り入れていただくといいと思います。あのテキストの目次ね がありますよね、まあ。あんまり大雑把な目次になってる場合は第1章何々第2章何々しか書いてなかったらやっぱりその中身出しのようなものですか第1章、まあ、本によっていろいろあるだろうけど第1章で1とか2とか3とか分かれているところまでの目次というものを、まあ、書いてなければ自分で書き込んで作ってでそれを見ながらその中でどんなことを学んだんだろうかっていうことの思い出しができるような状態を論点ごとにやっておくっていうのはこれやっぱり全体でどんな論点が出てくるかなっていうことの 頭の中の中整理ととしてはとてはも有効ですまあ俗にあの目次学習なんてね、えー、言ったりするものだったりするんですけれどそういった学習もぜひ6月20日までに一通りはやっといていただきたいあのー、覚えることを何かカードにまとめるとかノートにまとめるとかっていうことは時間がすごくある人はやってもいいです。別に時間がなかったらそこはあんまり気にすることはないです。 むしろ基本テキストを見ながらそのどこを見たらそのじ覚えることが載ってるのかって全部付箋でも貼っといてそれをもう基本テキストの中で全部覚えることを覚えてるかどうかの確認ができるような状態を作っといてもいいでしょうしあまり型にこだわらない方がいいかなあのノートにまとめるとかねやらない方がいいです。特にに初めめめてて勉強してる人がノノーートトままととたたら多分そののの内容の 言っちゃ悪いけどね、まとめたノートの内容の信憑性にすごくクエスチョンマークが100個ぐらいつく可能性があるんです。結構間違ってることが多いのね。これは私も2000年の試験で受けて、その時に、まあ、 あの別にレクの講座を取ってたわけじゃないのでねあの市販の書籍で「受かるぞ行政書士」って本があるんですよ今もあるかな「受かるぞ行政書士」ってあの本買ってきてでハーンって見ててハーンって見てたけどなんかあのねあれこれ書いてないことが多いんでじゃあノートにまとめようなんてノートにねちょっとまとめたりしたんですであとで何年か経ってそのノート見たらねもうほぼ全部間違ってたからね <laughs> よくこれで受かったなと思いましたけど、まあ、基本的に書いてあることことごとく間違ってるっていうあの行政手続法と行政不服式 審査法の区別がついてなかったっていう状態で、どうやら受けに出たみたいなんです。恐ろしいことに、ええっていう話なんですよ。だから、あのそういう状況に陥るのは、まあ、どんな受験生でも多分、特に初めて受ける場合は可能性ありますから、ノートにまとめるとかそういうことはする必要ないです。あのテキストがあるなら、テキストのところに情報を集約していくっていうことを意識した方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。だから、あの。 ノートを作るカードを作るというところまでやらずにむしろその時間があったら問題演習をする時間にそれは振り当ててそしてどど、えー、どここがかかっっててないかっていいとうろに付箋をどんどん貼く、ね、でその問題間違えた問題もう一回やり直した時に、えー、その分野が分かったらその付箋を外せばいいので。 で、意外にやり直すと1回目分かってたはずのところが分かんなくなってるなんてことがあるからそうしたらもう1回別の付箋を貼るっていうようなことをやってとにかくテキストの中にそのアラートがたくさんこう貼られてる状態で、えー、6月20日を迎えていただくといいんじゃないかということここまでがやっぱ民法でしっかりやっといてほしい話ということになるんですちょっとアニメーションの順番があの狂ってるけど、えーとね、次にやるのが本当はこっちなんだね。あの まあ一応ね、レックのガイダンスですから、あ若干宣伝も込めてということになりますが、あの基本テキスト、条文の下のところの過去問徹底解析講座って、これが実は6月27から始まりますので、まあ、6月20日で民法を最低限って言ったのは、それも大きな理由です、6月27からスタートするから、そこまでに今言ったことまでをちゃんとやっといてほしいんだという話なんですね。 この過去問徹底解析講座が6月27日から始まってそこで今度は全体が見えてることを前提に本試験の問題がどのレベルで、えー、皆さんに要求してくるのかっていうのを一通りおさらいすることで。 まあ、あのレックの講座を受けている方を前提にちょっと話をするならその講義録とか画面集のどこに載ってたかみたいな話もしながらその周辺論点をしっかりと確認していく。あの 民法の問題ほぼ9割方記述まで含めて一応取り扱う予定ではいますこれはいらないっていうのが何問か中にはあるので、まあ、そういうものはあのカットしちゃうけどそれ以外のものはあ全てお話ししていきますそうするとねあの基本テキストの中で学んでいたことがあこう本試験では問われるんだなそれからそれ以外のことも出てくるんだなっていうのもわかると思いますのでそれを上回るような内容が出てきているときにはその知識はそこで、えー、改めて、えー、追加して把握していただくといいだろうし まあ合格講座の場合は、多分ねそれ以上の知識がこんなに出てるんだっていうのを本試験を見たときにえ確認できるんじゃないかと思います。これあの受けている講座によってねプレミアム合格塾とか受けている方は多分そんなに目新しい論点は出てこないです。ただ、合格講座の場合はちょっとおそれよりもお大事なところだけを話すようにしているのでプラスアルファでこの過去問徹底解析講座で新たに学んでいただくことっていうのが出てくるかな。あの勉強のの順番を間違えないでねあの本 テキストを勉強した後に過去問をすぐに勉強の素材として取り入れるということをやってしまうと多分そこで民法に関しては挫折する危険性が非常に高いです。 それから初めて勉強する方はさっき言ったあの方角検定のところも一番優しいベーシックだけをその勉強の進度に合わせて一緒に解いていくってことをやらないとこれもステップを間違えるとどっかで階段を踏み外してそのまま下に起こっちゃいますからそれも避けなきゃいけないっていうそういう話だったりするんですね。プ、まあ、プラスアアルファーといいううのののでああれればこここにパワーアップ演習講座っていうのはこれはあのー 公務員じゃなくて司法試験かあ、司法試験の問題など、もしくは司法書士の問題など、多資格試験の問題で行政書士試験で有効かなと思われるようなものをピックアップして、えー、やっていただくというような話になりますね。まああの過去問徹底解説講座までがしっかりできていれば、9問中ね5題取ることは2014年の試験では可能です。 民法の問題で、ね、9問中5台4代から5代正解するなら学問徹底解説講座までの知識で十分、えー、クリアできるんですね。で6問、7問、8問っていうふうにちょっと上乗せするってことになるとこれはパワーアップ演習講座まで学んでるとより良かったかなあのほぼ同じような問題が実は債権の準専有者の弁済なんて論点の問題は去年のパワーアップ演習で扱ってた問題とほぼ同じ内容のものが本試験出たりもしてますので、まあ、そこはやはり正答率はそれほど高くないけど でも、ね、6問、7問、8問正解したいっていうような状況であれば、非常に大事かなということではあるんですね。まあ、20点アップ道場っていうのは、これはまた、あー 140日前の過ごし方か、なんかそのあたりで、えー、ご案内することになるかもしれませんが、最後の最後の仕上げみたいなことをやろうかなとは思っている、そんな話です。だから、6月20日までに何をやって、それ以降、6月27日以降で、えー、どういうことをやるのかっていうステップを一応、講座のね、流れに合わせて、ちょっと民法についてイメージできるようになってるといいかな、これはあのすでにこういう講座がコースに入っている人も、それからそうじゃない人もね、えー、意識をしておいてください。それから はいこちら憲法行政法の話も一応触れておきましょうか。はいこっちに関してはあの複数受験されている方は6月20日までにまあ基本的には左側の。 基本テキスト条文過去本っていう足別って書いてあるとこね、そこまでがまあ,あ6月20日までに終わってるといいよねという話です。でん、初めて受ける人などで、えー、まだ行政法定ついてないですって人は、これはあその基礎力要請期の2番目の6月27日以降のところ、6月21日か、以降のところで、えー、まず左側からやるっていうそういうイメージだと思ってください。あのー、これ第一部でも言ったけど、 まあ、第2部に来てる人の顔ぶれを見てもねちょっとその話に該当しそうな人もいるのでもう一回言っときますがあの行政法の場合もしくは憲法もそうかな似てるところがあると思うけれどこの2つに関してはあのテキストで勉強した内容を最初に確認する素材は本試験の問題の選択肢ごとというそういうイメージになると思ってください。あのこちらはやはやり、えー、ね 学んだことがそのまんま試験問題で問われてくる可能性が高いのがあ行政法だったりするということになりますのであの行政法に関しては本試験の問題を足別にちゃんとチェックするというところがこれがとっても大事になってくるそういうイメージだと思ってください。民法行政法は性格が違うからね同じように勉強したらこれは失敗するのでちゃんとそこの特性に合わせた勉強というのをしていかないといけないかなということになるのはあ言うまでもない話です。まあ 公務員の過去問題がどうこうなんていうようなことも右側のブロックの方にはあ書いておきました。まあ、このあたりはあ、ね、あのそれぞれの講座の中でいろいろやっていくことはやっていきます。まあ,あの例えばあ過去問題の検証は過去問徹底解析講座の行政法の中でももちろんやりますし、公務員の問題はパワーアップ演習でやりますし、 仕上げのところは去年は8点アップ道場って言ってたんですけどね今年はあのー、自治法とかそのあたりも含めて、えー、倍にして16点アップ道場って名前にしてちょっと実施時期を早めるっていうことを今考えてます去年はね11月3日かなんかにやったんだよねあと1週間ってところでやったので結構大変だったみたいですけどまあ,あのもうちょっと早く10月の下旬ぐらいにやるようにして最後の仕上げをするっていうそういうようなイメージのものもまあ中には入れてはありますただね あのまず基本テキスト条文それから過去問の足別のところをしっかりやることがこれ19問の択一問題のまず13 14からら問ぐらいいのの正解の土台を作るっていうそこにつながりますあのそこがないと目標正解数はそこじゃないからね目標正解数は16ですから19問出て16問正解するのが目標です。 一発合格してるような人たちだとももっと正解してる人もいますあの17問今年の2014年の試験で一番多かったのは17問っていう正解の人がこれはあの初受験で17問取って、えー、まあ全,体で全体ではねそんなに点数が伸びなかったのは多分他の科目がそれほど良くなかったからだと思うんだけど、まあ、行政法にものすごい力を入れたんでしょうねだそこは17問取れてトータル180点台後半かなんかで受かってましたねっていう人がいました。 まあ普通は17問取ったら200何十点とか取って受かるはずなんだけど多分まあ初受験だったので、まあ、そこだけに注力して確か商法会社法ゼロだったからねその人は商法会社法は全くできてないというかやってなかったみたいなので,でやってなくて、まあ、やってない人はね全部4つけとけみたいな話をよくするんだけどまあなんか逆らって4つけなかったらしいので、まあ、それこもあの全ほぼ全滅しちゃってただあの行政法のところだけで点をぐっと上げて。 トータルでで180点台後半で受かっている人もいました。だから特に、えー、複数回受験してる人はちょっと危険なのは行政法に関しては、まあ、何回か勉強してるとああこれ知ってるなとかこれ分かってるなっていう話がだん,だん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 増えてくることは増えてくるんです。ね行政手続法の目的って言われて行政不服審査法の目的って言われてそれぞれどうだったかって聞かれた時にああんか聞いたことあるし大体、うん、分かってるよねみたいな。 状況になりやすいのでそこをいかにリセットしてちゃんとゼロからもう1回積み上げられるかっていうのはこれ2回以降2回以上受験している人の最大の課題ですちょっとそこは意識をちゃんと持っとかないとあのねひどい目に遭うよ そこは気をつけないといけない。初めて受けてる人は全てが新鮮だから、そこのところあんまり気にしなくても。ああ知らないし、うんちゃんと勉強して行こうって意識になるんでいいんです。2回目以降の受験の方で特に行政法みたいにまあ、これもね。言い方悪いけど、結局言っちゃえば覚えてるか覚えてないかで勝負が決まるような科目だったりはするので、この記述まで含めてね。知ってる？知らない。でも勝負が決まっちゃうような。もう知らなきゃ。手も足も出ないし、知ってればあ結構できるしっていう科目じゃない。だからこそ、あの自分の頭の中にこうね。欠片として残ってるような知識を一旦全部。っ そうしてゼロからもう1回積み上げるって意識をどれだけ作れるかっていうのはこれは2回,以降2回以上受験している人のもう本当に課題です、それができないとまあ以い下い、自粛 <laughs> それ以上は言いません、あんまりね、あんまりそれ以上言うとあんまりよろしくないですから言いませんけれどそういう状況になる危険性が高いですというかそういう人を今まで何人も見てきてます。 だからそこはちょっと気持ちをきちっと入れ替えるっていうのはとても大事な話だと思っておいてくださいまあ、憲法行政法それから民法のところの大雑把なねお話も一応今日はしたかったので一応そんな話をしてみましたまあ、商法会社法に関してはね特に今回そのパワーポイントの中には入れてはありません,うーんね、えー、1回目の受験生の人はっていうんで 1> 第1部の時に言ったけど、もう今から勉強するならやらなくていいって話をしましたね、もうやるだけ時間の無駄なのでやらなくていいよって話をしました。ただ、2回以上受験されている方に関しては、まあまあね、えー、勝負は何が起こるかわからないというのはありますし、まあ、ある程度、その他の科目のところに振り分ける時間をいろいろ考えたときに、商法、会社法に時間が割り当てられそうであるならば、 まあ少し見とといいいいてもいいのかなとは思います例えばあの会社法だったらその設立のところとかそれから <laughs> 株式に関してよりはあちょっと設立とねそれからちょっと順番を入れ替えると設立と取締役関係だね取締役取締役会のところ設立分野と取締役取締役会関係のところ、まあ、代表取締役なんかも含めてねでそれからあとはあ 株式関係ではあ上株式上渡自由の原則なんていうのがありますのでその株式上渡自由の原則だとかうーん募集株式の発行なんていうのがあるから、まあ、その辺っていうことになるのかな、まあ、あのこの辺りは2回以上受験してる人はなんとなく論点名は聞いたことあると思うから、まあ、そういったあの株式上渡自由の原則なんて言われるものや あ募集株式の発行なんて言われるところですよね今言ったところだけでもしっかり目を通しておけばあそれは確かに知識で、えー、2問とか3問とか取れる確率は上がってくると思いますあとは商法総則商工医だね商法総則商工医の、えー、分野1問必ず出ますので、まあ、去年は予想通りあの商事代理人ですかのところがあで商業使用人か商業使用人のところが出たりはしてましたから。 まああのー、基本的な知識にあたるような場所を見といていただければっていうのはあるけれど、まああのかける時間数優先順位からしたらだいぶ下っていうそういう話になるんだと思います。はい、そしてもう一つの科目がこれだね、一般知識ということになるんでしょうね。<laughs> まあ。 あの最初のスライドのところに挙げといたのは、ちょっとね、去年傾向が少し変わったんだよねってことを言いたかったというのがあるんですけれど、まあ、あの政治分野4代、えー、それから、まあ、社会分野、経済分野のところまで全部足すと9代ですか、があそこに出ているというような状態になるんです。あの なかなかねこれはあ難しい状態ではあるんだけれどあの政治経済社会の分野のところの 比重重がが非常に重くなっているっているうのが現状だ、ということなんですねあの昨年の試験だと個人情報があの1台しか出てなかったそれまで3台出たのが1台しか出てなかったとっいうような状況になったりもしてますのでやはり政治経済社会のところをしっかり点取れるようにしていくこと自体が、あのーまあ、試験員が別にそこまで変わってないということを考えると今年の試験に関しても重要なのかな。そういうい意味ででは今までに 今まではあまりそういう試験ではなかったのであのどちらかというと2006年以降の本試験の状態を見てきてもあの情報通信と個人情報保護と、えー、文章理解かなそこを頑張って点、えー、をそこでなるべく稼いで,で政治経済社会はもう これはおまけみたいな感じで、えー、合計14台中8台取ろうってそういう戦略を立てるように進めてきたんですねで13年まではそれで何の問題もなかったんですけどちょっと去年の試験がそうは言えなくなっちゃったんでまあ今年もおそのお状況に状況を踏まえてね見ていかなければいけないということになるんでしょうあの一つあるのは文章理解これは今回そこには載せてないけれど文章理解の3台をやはり2台 ぐらい正解するということができるような力を身につけておくっていうのはやはりあの基準点割れないようにするためのまず大前提ですね、文章理解です。で、文章理解のところ、ここ3年、えー、ですからあじゃない12、13、14か12、13、14のここ3年間はあの穴埋めと並べ替えがあ合計3台ずつ出ているそういう状態でいわゆる用紙把握っていうのがないんだよね。用紙把握と言われる まあ、あ文章を与えてねこの文章で筆者が言いたいこと最も言いたいことにあたるものを選べみたいなタイプの問題はこれ実は年を最後に出題されててないい状態が続いてますあのその段階で試験員が変わったので12年から変わった試験員の方の出題の癖がどうやら穴埋めと並べ替えのところに集中してるっていうそういう状態なんでしょう。 えー、3問中2台正解するのはまあまああんまり今日ね文章理解の問題を具体的に見てどうこうって話はさすがにできませんからあれなんだけど、あのー、穴埋めの中でも最近流行ってるのは文章の一番最後の方に1箇所だけ空欄作っといてでそこに入るセンテンスを選べみたいな問題っていうのが、まあ、最近の流行りだったりはするんです。1箇所補充 ね、空欄補充っていうとあの多種選択の問題みたいに何箇所か空いててその何箇所か空いてるところに入る語句の組み合わせの正しいものを選べみたいな問題これはオーソドックスな出題の仕方なんだけれど、まあ、それよりは箇箇所所とととか2箇所補充の方がが最近はちょっっ流行ってるというイメージがありますあの、まあ、やったことないと何とも言えないかもしれないけどこれね空欄補充それから、えー、並べ替えというような問題は基本的には これはもうテクニックの問題だと言ってしまっていいのかなというところがありますからこれやっぱりテクニックはちゃんと学んでいかないといけないですあのこれいつも言うんですけど、まあ、テクニックを学ぶ必要がある人と学ばなくてもなぜかできる人がいるから学ばなくてもなぜかできる人は別に気にする必要はありません特に初めて受ける人ねあの去年の問題ウォーク問科なんかで3台選び出してちょっとやってみるといいですあのとりあえず15分ぐらいで。 で15分ぐらいでやって、あ、2つできたと思ったら、その人はあのね、えー、学ばなくてもできる方の人かもしれません。あの3台15分でやってみて1問しかできないとか、あ、そういう状況に陥った人は学ばないとできないタイプなんでしょうね。あのそこはくっきり残念ながら人間平等じゃないです。ね、あの与えられたあ多分何かあセンスのようなものがあるんでしょ。う。 あの学ばなくてもできるタイプの人は学ばない方がいいです、その代わりあの本試験の問題や、トーレン模試の問題などで、えー、コンスタントにちゃんと正解できてるかどうかだけ、えー、ずっと経過観察してってもらって、それで十分だと思います。あの本人の中で意識してなくても、なんとなく解き方のテクニックが発揮できてるという状態なんでしょうね、あのー、気をつけなきゃいけないのはあるトーレンではあ3問出たら3問できるんだけど、ある時は1問しかできないとか。 あるるきはは全全滅なんだけど、またた次ののでは全部できるみたいにね、その出た問題によって <laughs> 相性が出てしまって相性の合う問題ではできるけど合わない問題ではできないんだみたいなタイプの人が、うん、いるんですね。で、これもし穴埋めとか並べ替えでそういう状態に陥っている人はちゃんとテクニックを学ばないと多分本試験でひどいことになる危険性が高いんじゃないかなと。 別に脅かしてるわけじゃないですけどそうなる可能性が高いのではないかと思います。まあ,あの文章理解に関してはねそういったテクニックの問題っていうのを早い段階で学んどいていただくっていうのはとても大事なことだったりはします。あの文章理解特訓講座とかそういう講座もその意味で利用していただくといいんじゃないかな生講義にこだわらなくてもあのウェブ通信ならもうちょっと早い6月ぐらいから受けられるはずなのでそういったところをうまく利用していただくといいんではないかとは思います。 でそれ以外のところですね、さて、それ以外のところなんだけど、えー、それ以外のところね、特に政治、経済社会ですね、あのー、個人情報は基本的にやることはもうだいたい決まってるんです。まあ、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法って、2大論点がまず個人情報にはあります。個人情報保護法関係ははこれは もう従来通りの学習をとりあえずちゃんとやっておけば、まあ、去年みたいに1台しか出ない場合でもその1問を確実に取ることができるでしょうし、まあ、またかつてのように2問3問出る状況に戻るかもしれませんけど戻っても十分対応はできるはずですだからあの個人情報保護法に関しては個人情報保護法と行政機関個人情報保護法あと余裕があったら情報公開法って3つ柱があるんでね。 個人情報保護法と、あと行政機関個人情報保護法と情報公開法、この条文内容を本試験の出題内容と照らし合わせてしっかり押さえておくって、これができてれば、あ、まあま十分従来通りの対策としてえー、きちんと点が取れるだろうと思います。あの割と点取りやすいところなんよ、ここは。だから従来3問出てる頃はすごく良かったんですよ。3問出たら3問取れるようにしようって話をして、でそれで行政法と同じような勉強の仕方で、 え本試験の問題を足別にきちんとチェックしたりとか、まあ、それを踏まえた上で当連や模試の問題で演習を重ねていけば、あしっかり点が取れるようになるっていう意味では楽だったんだけど、ちょっと政治経済社会はそうはいかないんだよね。そこでね、はい。まあこれも昔からそうなんですけど、どう攻めるかって言った時に、あのー、これ丸全体がね、一般知識の特に政治経済社会で出る分野だと思っていただくといいですよ。あのー、主要な テーマは大体高校の現代社会っていう科目から出てきてる印象が非常に強いんですけれどもちろんそこの中に出てこないようなものもたまにポンと入ってきたりするっていうのがあります、まあ、去年なんかだと世界の都市っていうのはあんまりそこでは学ばないんじゃないかなっていう気がするんですあの昨年問題49番でね、えー、世界の都市に関する問題っていうのが出てましたが、まあ、これなんかはなかなか高校生でも勉強してない可能性が高そうな気がします。 まあ、あのただ、それ以外のテーマに関しては割と高校の現代社会で学んでいるような内容だったりするんです。だから、まあ、それをこれ行政書士試験に当てはめていくのであれば、まあ、大きく2つに、ね、テーマは分かれるわねって話なんですよ。全部をカバーするというのはそれは無理ですよ。最初から 出る可能性のある論点を全部潰そうなんて発想はそれはしない方がいいです。まあ、出るわずかでも出る可能性があるんだったらすべての論点を全部ローラーで潰していくっていうのは理想だけどそれは無理ですよ。無理なのでやはり大きく2つに分けてこの2つだけをもう徹底的にマスターしておくっていうことを心がけないとこれもうね範囲が広すぎるので対応は厳しいんじゃないかとは思います。品質論点っていうののがあるの必ず これは過去15年20年ぐらいまで戻って本試験問題を見たときにやはり何回か出てるものっていうのがやっぱあるんですそれが10年タームで出てきてるものや78年タームで出てきてるものやあまあととととって何回も繰り返し出てくるようなものやいろいろあるんですけれどあのそこから出題予想論点を絞っていくことはこれはある程度可能だったりします。 だからあのよく出てるところ、それから、まあ、今現在予想される論点ってこの両方を抑えていくって話になるんじゃないかな去年なんかだとあの実は問題の47番の政治資金に関する問題というのはこれは実は2003年かなんかに出ていてでそろそろ出てくるんじゃないかねって話をしていて。 で、えーまあ、そのまま予想通りそのまま出てきたんですだこれ10年ぐらいのタームで出てくるようなテーマなんだろうなって話になります、まあ、あの問題50番に国債の話が出てましたこれもやっぱり同じようなテーマになるんでしょうね、えー、さらには、まあ、これはあの出題は予測できなかったけど問題51番のところで核軍縮の話が出たんですね。でこれ実は2005年以来の出題で、 まあ要は78年9年ぐらいのタームでやっぱり出てきたっていう話になるんでしょうこれ当ててたら結構よくか,かっこよかったんだけどねこれはちょっとさすがに核軍縮の話は、うん、全くノーマークでしたねこれ去年授業受けた方もいらっしゃるので別に嘘はつきません <laughs> あの核軍縮予測してましたとか言ってお前言ってなかっただろうって後で言われるとこもありますから <laughs> それは言いませんけどこれは全く触れてませんただあ問題52番では IMF とか GATT の話っていうのもこれもおまあ品質テーマの一 一つだったりはしますよねあと <laughs> インターネットの選挙運動とかそれから外国人と住民基本台帳の話っていうのも実は問題5556に出ていましたこの辺りもお,おおよそ出題がやはり予測できたテーマだということになるんでしょうあの去年のあと50日の過ごし方などであの出題の予測っていうので挙げてたテーマばっかりなんですこの辺りは。だから あ,のある程度品質論点と予想される論点でオーソドックスに出してきてくれればこれはあの問題の47から、えー、去年の場合は56までの、ね、9問があその お政治経済社会の分野から出てましたけどそのうちの6問ぐらいはある程度予測されたテーマから出されてるっていうことがまあ,あ見て取れますこれ例年大体そんな感じになってるような印象もありますだからあのやるとしたらまずここなんだよねっていう話なんですよ <laughs> なのであの合格講座であってもそれから、うん、まあすでにプレミアム受けてる方はそこでもそうですけれど。 さらには、まあ、あなんか直前期に、ね、あの発展アップ道場とかいうのをやろうっていう話をしてたので、まあ、それもそうなんだけれど、あのもうこれ、丸一丸二のところに完全に絞っていくあとは、だか丸二にどういうものを入れるかっていうのがあ勝負に、まあ、私の勝負になるのかもしれませんけれど私の勝負になるんだとだ皆さんの場合はやはりよく出てるテーマをまずがっちり押さえるっていうねそこがあの政治経済社会の場合まあねあの 点が取れない人はまずそこなんだよねそこがあのしっかり取れてるかどうかでだいぶ変わってくるんじゃないのかなという気はしますよ。例えば、はい、あの政治分野のテーマ <laughs>、まあ、よく出るもの、今年危ないものこれはすでに合格講座とかね実は渋谷では一般知識、えー、平日クラスも始まってるのでそこを受けてる方はその中で触れてるテーマなんです。例えば社会契約説 こ2008年に出て以来ということになるのかな社会契約説のところは実は2008年が最後の出題です。 でその前が1990年7年か、まあ、そのくらい90年代です90年代に出ていて久しぶりに2008年これ10年周期でポーンと出てきたテーマの一つなんですねただまあ,あの一応まあ10年は経ってないけどもう6年間が空いたところを考えるとやはり要注意テーマの一つになってくるっていうそろそろ危ないんじゃないかなっていう。 ここ3年、まあ、だいぶねちょっとずるい言い方ですけど、ここ3年ぐらいのところで出てくる可能性は高いぞって、まあ、6年、7年空いてくると、だんだんこう確率は上がってくるテーマの一つです。だから、あのこれから勉強する人はそのテーマ注意していただければいいし、一通り勉強したことある人は社会契約説、あ3人いたよなみたいなことを思い出せるようになっているといいよね。だその人物がどんな人だったのか、試験で問われるのは、これは、ね、人物名と主な 著書の名前と、それからその中で述べてたとされているまあキーワードキーフレーズまあずいぶん失礼な話ですよだって一人社会,契約社会契約説を最初に唱えたって言われてるホッブスさんっていうね、えー、方がいるって話をよく授業でしますけどあのホッブスさんの書いてる「リヴァイアさん」って本はあの岩波新書かなんかで上下2巻に分かれてるものすごい量の多い本なのにその中のキーワードって1行で 表現してそれだけが試験に出るって言ってるんですから、まあ、そのぐらいは覚えてやれよって話ですよね。あのね人形はあのあれトータルで読もうとして途中で挫折しましたね。あっ、リバイアさんって売ってるんだと思ってちょっと一回チャレンジして上巻だけ読んでみようと思ったけどもうね10ページぐらい読んでる間に何言ってるんだかさっぱり分かんないっていうそういう状態、まあ、あの古い本でしょこれ、えー、といつ書いたんだかな1651年か1651年に書かれた本なんですその翻訳なんですよ。 だから翻訳した時期も結構昔なのね。 だから文章自体が何言ってるか全然わかんなくて、まあ、そのまんまかっこいいから本棚に入れてあるっていうそういう状態になってますけどねまあただ万人の万人に対する闘争状態みたいなものは思い出せるぐらいはやっぱなってた方がいいんじゃないのって話ではあるよね各国の政治制度これは社会契約説よりは少し出題の頻度としては、えー、やや下という感じにはなっちゃうかな11年に丸々出たばっかりですからただまあ一応あの これ普段の授業の中でも言いましたけど、あのイギリスの議員内閣制と日本の、ねえー、議員内閣制を比較する、日本とイギリスの比較とか、アメリカとイギリス、日本の比較とかっていうところで、えー、やはり各国の政治制度を分かってないといけない部分が大きいというのはあります。まあ、今年、ね、5月の7日、あのー、イギリスの選挙だよね、イギリスの選挙なんです。小選えー 会員の総選挙があるんですそこでぜひあのニュースなどはあ注意深く見といていただくといいんじゃないかどうやって首相が決まるのかとか下院はあれ小選挙区制ですからあーそれでどこが第一党になってるかとか、ね、どんな政党があるのかとかそういったところはニュースを注意深く見といていただくと非常に得られるものが大きいんじゃないかなと思います。はい、そのの他、まあ、日本の選挙制度政党をね まあ、あのおととし、えーねえー、圧力団体出るよって言ってこれは出ちゃいましたしで去年は政党の,その政治資金関係の話出るよって言ってこれも出ちゃったので、まあ、その他の政党っていうと、まあ、あ政党の制度そのものですかね二大政党制とか多党制とかありますから、まあ、二大政党制の特色は何かとかそんな話があひょっとしたら選択肢の中に入ってくるかもしれないぞ、まあ、行政国家現象、行政改革ってこのあたりはもう、ね、品質テーマなんで。 ま,あまた勉強するときにどんなことが出てくるのかなというのはあ確認していただくといい、はいえー。地方自治、これね、一押しなんですよね。まあ、今の段階の一押しだから、もしかしたら、あのーね、あと50日の過ごし方の頃にはもう変わってるかもしれないけどね。ただ、今のところの一押しですあの。住民投票、これ結構熱いんじゃないかなと思ってますよ。あのー、5月17日。 5月17日には大阪市をなくすかどうかっていうね、えー、大阪市をやめちゃうかどうかってことに対する実は住民投票が行われますね大阪市の有権者を対象に。まあ、政令指定都市やめてもう大阪府の中にダイレクトに区として入っちゃうかどうかってことを決める。 大事な住民投票あれ法律に基づく住民投票っていうやつなんですけどあの法律に基づいた住民投票が行われますまずぜひニュースは見といてくださいあの、まあ、それが試験出るとは思わないけどただあの住民投票って法律にのっとってやるパターンと条例にのっとってやるパターンがあるんですで法律にのっとってやるパターンって珍しいのよだからあの今回のおね まあ大阪市のために作った法律と言ってもいいかもしれませんがあその法律にのっとって、えー、特別区を設置するかどうかってところに対する、まあ、選挙をこれからやりますから、まあ、5月17日近辺のニュースなどは要注意が勉強のためにも必要かなあと実際は条例に基づく住民投票制度これ学習する際に非常に重要なテーマになりますそれから機関委任事務の廃止というのもこれもよく出る。 テーマの一つですし、えー、広域連携の推進と言われるようなものこのあたりがね本試験出てきてもいいんじゃないのかなとああ、今のところ密かに思ってますあのー、やはり行政書士試験はね総務省の試験ですから総務省の重点政策というものはやはり試験に出てくるというのはまあ傾向としてあります まあよく授業で言うんだけどね、あの地デジの話っていうのを、授業でよく話しますけど、なんで行政書士試験に地デジの問題が何回も2回ぐらい出たのかな、なんでこんなに出るんだろうって、あれ、総務省の管轄だからでもう多分それだけですよね、2011年で全面的に切り替わることになっているとか、そういう選択肢が出たりするしてたんですよ。 そなんでこ、こんなもん知ってて、行政書士の役に立つのかって、もう全く立たないでしょうね。まあ、とあの近所のおじいさんに聞かれた時に、あ、レデジに変わったからですよみたいな話ができるぐらいのもんだろうと思うんだけど、まあ、それ試験に出てたんですよね。それ、総務省って、あの旧郵政省とか、その辺全部こう引き継いでるところなので、結局あのテレビ局とかの管轄は全部総務省がやってるんですよね。だからっていうのがあるんだと思いますよ。で、この総務省のところで、実はあの人口減少社会に対する。 政策っていうのをかなり力入れて今やってるんですよ。で現在の内閣のところでもなんとかしなきゃいけないっていうのでいろいろやってるんですよ。だからあのこれもねまたそういった話をする機会が、まあ、私の授業を受けてるとあるかなだからその時に聞いていただくといいと思うけど定住自立権構想っていうのがあるんですよ定住自立権っていうのがねあるの。 あそれからちょっとお今書き取るのは大変かもしれないけど地方中枢拠点都市っていうのがあるんです地方中枢拠点都市っていう考え方があるんです定住自立権構想はもう2000年代の早い段階からずっともう言ってたものではあるんだけどあのー、だ,んだ,んだんだん人口が減ってくるから まあ、定住自立圏の方はは、ね、人口が5万人以上いるような市をこれは聞いといてくれればいいよ中心市っていうふうにして例えば北海道の小樽市を中心市にして小樽市の周辺の町や村や小さな市などこれを一体として定住自立圏っていうふうにして全体で手を組んで例えば高齢化対策とかあ公共交通の整備とかあ病院の整備とかをやっていくんです。 でそれをやることでまあ小樽市の近辺の小さな町とか村に住んでる人がねえなおらんとこの村にはなんか病院もないからもう東京行っちゃおうかなみたいなことになるのを防ぐなるべくその地域に留まってもらうっていうそういう発想なんでしょうね実は定住自立権よりもう一歩手前のところには集落を活性化するっていう政策もあるんですよあの、え地域,地域おこし協力隊っていうそういうような人を 募って、えー、都会の人を集落に行ってもらってそこで集落のおなんか特産品のブランドかなんかの。 ところに協力しててもらってで居住費なんかは全部そこの集落や町が出すっていうそういうようなシステムで、えー、若い人をとにかくその限界集落なんてて言われれるとこころに入れていこうなんんて考え方があったりするんでするでよだそういう発想から始まって定住自立権構想さらには地方中枢拠点都市構想なんてものがあるのでそのようなステップを踏んでいくっていうところが実は試験で結構出るんじゃないかなっていう。 これはあ一つの狙い目として、えー、知っといていただくといいものではないかと思います。まああ,あとはこんな感じね。はい。っていうところですよ。まあ、これから勉強するときにあのー、少なくとも品質分野とそれから要注意分野、まあ、地方自治はどっちかというとまあ。 予想論点というそういう感じになるのかなあと戦後の外交史地方自治あたりが予想論点ですよ残りは品質分野というそういうイメージになるんだと思いますまあ経済のところとっとっとっと出しちゃうけどこんな感じかな日銀はねこれは品質分野だし出題の空き具合からすると日銀のところというのはこれは出題可能性は高いテーマ かな去年は国債など国の経済のところが出てましたが日銀のところを最後に出されたのが、えー、2011年ではあるんだけどまあ割とよく出てるテーマなのでやはり注意が必要なところではないかと思いますまあ国家財政租税、えー、国債あたりはまあ去年出ちゃってるけどねまああとあの地域的経済統合は 予想論点としては結構厚いと思いますね。地域的経済統合のところというのは、これは要注意テーマの一つではないのかなって、そんな話なんですよ。<laughs> はい社会の分野、これもとっ,とっとっと出しちゃいましょうか。<laughs> まあ、介護保険というのは、これ、品質テーマですね。非常によく出ます。 介護保険は非常によく出るテーマの一つだったりはします。少子高齢化、子ども・子育て支援制度認定子ども園とかね、えそういった話はまあ,あ、どうかな、まあ、一応念のため上げといたっていうレベルの話になっちゃうかな。エネルギー問題はね、過去出たことあるんですよね。まだあ2010年、9年ぐらいの頃かなだからあの例えば原発の お電源構成がまだ278%ぐらい占めてたような時代に1回試験で出たことがありますどのくらいの割合だろうかとかそういうことを聞いてきた問題が出たことあります、まあ、現在電源構成でいうと 1. 点何とかそのぐらいですから原発の電源構成ってね 1. 点何ぐらいっていうそういう話になって火力発電がほとんどだったりしますよねただ火力発電って言っても火力の中のエネルギーはあー別にいろんなものがあるわけです石石油とか石炭とかか炭 あ天然ガスとかいろんなものがあったりしますのでそういったところちょっと試験で問われてもおかしくないかな高校の現代社会では結構勉強するんですよねっていうのがありますのでまあ,あのざっと上げてきたんだけどね、まあ、あのまあこれから勉強する方に関してはこういったテーマのところを出てきた時にちょっと注意するそれから本試験の問題を見た時にこの テーマに該当当するるような問題が当然いくつかあるわけですそういったものを見た時にやはり、えー、その中で何が問われていたのかってことをしっかり確認していくプラス実は特に政治の分野なんかは行政法とか憲法で学ぶ内容がそのまま政治の分野に出てくることもありますその知識も動員するっていう形を取りながらまあ,あの勉強を進めていくと、まあ、昨年の試験だったら うーんそうだね、えー、っと10代か10代ぐ9代か9 10, 10, 代だ、ね、10問出ていた中で、まあ、6問ぐらいは確実に正解できるだろう文章理解の2問やあ個人情報の1問などを合わせればうまくいけば9問ですねで試験だから、まあ、6台正解できるって言っても1個ぐらい間違えるかもしれないからそうすると8問っていうところに落ち着くんだろうねっていう話にはなるんです。まあ、実際あの 合格してる方で。 8問以上正解していた人たちのその正解の構成を見るとそのようなイメージで取っている方が多い、あとはあ無料成績診断の正答率のパーセンテージを見るとねその正答率の高いものだけピックアップしていくと、やはり今言ったような品質テーマとそれからこちらで予想テーマと言ってたようなものをプラスあと個人情報が1問ならそれと文章理解3問中2問全部合わせて8問以上の正解を勝ち取っているというケースが非常に多かったです。だそういうい の分野の絞り方をしていくっていうのはとっても大事ですあのねそれやらずに毎日新聞読んでても多分点は取れないからねあの毎日新聞読んだところでまあそれは雑学には詳しくなるかもしれませんけどまあ試験問題の問題を解いて点数に繋げるっていう勉強としてはまあちょっと効率が悪い話にはなっちゃうでしょうねもちろんあの勉強したことに関してテレビに出てきたりニュースに出てきたものがあれば 注意して、ちょっと興味を持って、そこをね、今どうなってるんだろうみたいなことを学んでいくのは大事です、ただ、行政書士の試験って、あんまりその公務員と違って、最新の時事問題が出るわけではないですから。 これまで見てきても、最新時事の話というよりは、その今話題になっていることのその内容のもっと根本的なことを聞いてくることが多いです。政治資金問題だからって言って、なんか地方議員の政治、ね、えーまあ、政治の政治と金の問題がとか、国会議員の政治と金の問題がってことを聞いてくるよりは、そもそもその制度はどうなってるんだろうかってことを聞いてくるっていうね。最新のの時事ににああんんまりそんなに、あのー 神経経質になななる必要は、は政治経済社会の場合いいいです。全くないと思います。全くと思まただあの、ね、そこから興味を持ってっていうんだったらあ非常に、えー、いい勉強の幅を広げることにはなると思うので、まあ、そういう観点から新聞など見ていただくといいんじゃないかなっていうそんな話なんですね。はい、ということで、あのー、全体としてねまあ あ今の一般知識の対策は9月19日までに一通りきちんと対策の形が作られていればそれでいいんだと思いますから、まあまあ、あの6月20日までですか今度お会いするこういうようなイベントでお会いするのは6月21日のあと140日の過ごし方になるんだと思うの、ね、でその時までにやはり皆さんのレベルを一定レベルにちょっと整えておきたいなというのがあまあこちらの方のお,お願いということになるんです。ななので繰り返しになるけれど 1>, 1回目受験の方で勉強を始めたばっかりの人は今日お話しした民法のところのねやるべきことっていうのを一通りきちんと形にしておくこれを、まあ、最重要課題にして、まあ、そのほか自分で勉強している他の科目があるならそれも一緒にやっとくって話になるでそれから2度目以降の受験の人は6月20日までにそれを民法行政法まで広げて一通り固めておくあのその段階ではだから2度目以降の受験の人の方が一歩リードしてるっていう状態で、えー、6月20日を迎える であの一度目の受験の方はそこから今度は9月19日までのところでえそのリードされてる分を追いつくっていうそういうようなあ形をとって最後9月20日の段階で全員が一定のレベルに揃ってそこから最後の勝負に入るっていうそういうあのステップを踏んでいきますでその意味も込めて次次回が6月21日のあと140日の過ごし方っていうことになりますから、まあ、それまで。 の間今言ったですね皆さんにお願いしたミッションをぜひしっかりとクリアしていただいてそれでまた次ですねあのやってるって言ったらやってるみたいな感じのねあの軽いノリで来ていただくといいかなとやってますよねって言ってあはははってならないように。 ぜひちょっとここから先の日の過ごし方ってものを意識していただくといいのではないかと思います。はい、えー、ということで、そろそろ終わった方がいいのかな、はいえー、と時間がそろそろ来てるみたいですから一旦この辺りで、えー、私の方からの話は終了ということにしましょうかね、ぜひ次回は今度は6月の21日ですねまた渋谷駅前本校の方で、えー、お会いできればというふうに思ってまますじゃあ今日は最後までありがとうございまししたお疲れ様でした